YouTube で話題になってる MCN、これ何なのか、私は組合、労働組合みたいなものだと考えますね。まあ、最近、労働組合、労働組合というと、ベースアップ、あの給料を上げてくれ、それが有名ですね。まあ,あ、会社に対して、この社員たちが結集することによって、強い力を発揮することができる。 まあそれが組合ですね。その大きな会社っていうか、日本のほとんどの会社はユニオンショップと言って会社に入れば、なんかおまけの冬についてくる。強制的についてくる。だから、まあ別に意識してない。必要な、あの、なんかついてきてるな。そういうイメージなんですよね。でも組合がある会社というのは、ない会社と比べると、社員が有利な立場なんですよね。まあ大体は。 いろいろ例外はありますけど。そまあ、組合、日本だとユニオンショップといって、その会社におまけ会社のおまけのようについてるから、まあ,ありがたみがわからないんですけど、まああの、ユニオンショップじゃないあの組合もありますそ。同業の人たち、例えばあのアメリカとかだと、カメラマン、映画のカメラマンはカメラマン組合とかってあの結集してるんですよ。あの監督の組合とか。 そんな感じで、あの、組合があります。それ、m c l もある意味、その組合みたいなもの。まあ、組合そのものなのかなと思いますね。あの、YouTube っていうか、Google 社からお金をもらってる、お金をもらってる人の組合の、組合なのかなと思います。しかも、あの、まあ、YouTube もある程度公認してる。 今までこ YouTube とその私たちクリエイターというのは1対1で契約したんですよね。直取引。まあなんか間に何も入ってないから、なんか金銭的に考えればすごくいいです。あと直接取引なんて言ったらなんかかっこいいですね。間に何も入ってないから。できるだけみんなビジネスだと直取引ってやりたいですから。でもあの 決して YouTube 側って、その直接取引してる私たちに対して、素早い情報提供をしてないんですよね。何か私たちが質問を入れても、帰ってこない。まあ、帰ってきても、まあ、事務的な返事だけ。そんな感じなんですよね。他には、あの、アカウント剥奪されたときに、どういう理屈で剥奪されたかというのが通知で来ない。 今アップロードした動画なのか、過去の動画なのかっていうのが来ないですね。まあ、3回ペナルティー食らうと、このアカウントを剥奪されるとは言われてますけど、まあ、詳しい理由は聞いても教えてくれないみたいですね。だから今、本当、あの、組合に属してない社員、社員以下ですね、非常に不明確な理由で、あの、理由で、 アドセンスとか剥が剥奪される、YouTube のアカウント剥奪される、そういう状態なんですよね。それ、MCN に入ってれば、まあ、間に MCN という会社が入ります。私、何度か連絡しましたけど、まあ、電話かければ、MCN に電話かければ、YouTube にその人間系で連絡がいって、そ回答が返ってくる、まあ。直接やってるより早かったですね。 なんか私はこういう意味で利点があると思いますね。まあ、あの表面的には MCN みんなで合わさることによってこの視,聴数視聴数が上がる相乗効果があるとも言われてますけど、まあ、私、まだまだそういうところはないのかなと思いますね。これからわからないですけど。だから私はそういうところを求めてなくて、MCN というのはまあ組合。 そういうものだと考えてます。YouTube の組合。組合組織の一つ。交渉が強い、強くなる。そう考えてますね。まあ、非常に YouTube やってて、皆さん思ってますけど、わからないこと多いんですよね。非常に。非常にわからないこと多いけど、どこに聞いていいかわからない。電話窓口だってないですからね。MCN MC に加盟,加盟してれば、そこら辺の連絡、 私の経験だと非常にあ有利にできますね。だからまあ表面的に MCN の利,利点、まあなあの、相乗効果がある他の人のコラボレーションとかって言いますけど、私は一番はこの組合的なところ、そういうところだと思いますね。 ま MCN 検討してる人、その組合的な部分、私は一番の利点、それだけにそのお金払ってもいいのかな、そう考えますね。まあ,あと、MCN、私が入ってるところ、TheOnlineCreators、そこは、まあそんな感じ、まあ、私にとって利点のある契約でしたけど、まあ、個々の MCN によって全然違います。 そこはしっかりと契約書を読むようにしてください。あの、ある、この MCA の MCA A がいいからといって、B も同じだ。そんなわけないですね。全く違うこともあります。気をつけてく、そこらへんは気をつけてください。